ことしのぶみです。はい、今回はですね、ただいま外にいるんですけど、ホアが今年で5歳、今年で5歳になるから、家族で七五三の写真を撮りたいなと思って、今日は南青山の方に来ております。今日はこちらのベビースタジオさんにお邪魔して、家族でみんなでちょっと記念のね、七五三の写真を撮りたいなと思っております。ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。わあ、めっちゃかっこいいじゃん。うん、あ、でもこういうのも好きかも。こんな感じの背着たことあるかも。白い鶴の。かわいいね。ちょっとポップ。なんかこの感じが。おしゃれだと思います。すごい可愛いですよ。これにしていいですか。はい、ありがとうございます。じゃあこちらでご用意させていただきます。なんかすごい大きく感じるけど、もうそうか、ね、でも結構意外と大丈夫だと思います。このももから全て1からもう決めて、この着物にこの飾りに彩りにしようっていう、この重ねの色まで全部こだわって決めてるので。分かったよね、こういうさ、こういう感じの。かわいい。オリジナルのブランドさんの着物も置いてるので、いろいろお好みで子供の形のこれ7歳です。なかなか大人っぽいですよね。うん、でもめっちゃ可愛い。こちらがスタジオになります。はい、おー、すごい。このブースと奥にもあるんですけど、物とかも全部スタッフ一から集めて、この背景にはこういうものがいいよねって言って、この衣装とこのスタジオにはすごいこだわってるの で、これも全部あれですよね。これも全部刺して作ってます。お花の色とかもちょっとこう合わせて染めたりとか、うん、データ結構たくさんお持ち帰りいただくので、はい、なのでいろんな背景で撮ったら楽しいよねっていうので、いろんな雰囲気の背景を用意してて、で結構いろんな場所で撮ってたので、うん、お客様がこう最後データを見て楽しめるように。うん、全然違うもんな、背景を。後ろ向いたら全然違うし、こっち向いたら違うし、みたいな。背景です。はテンション上がりますね。本当にもう花屋さんみたい。かわいいっておっしゃっていただけるので、サボン手作りです。どういうこと？職人のようにやってます。これうちにあったんだな。あ、本当ですか。あったけど、こんな使い方をする仕込みはなかった。お好きだもんな。とってもさんは絶対ここは撮ってるので、今日もここでの撮影はさせていただきます。そしたらじゃあ今日ちょっと大人数になるんですけどよろしくお願いします。久しぶり。私元気。私とマッシー意外と3週間ぶりぐらい。ノアちゃんは先にあちらで髪の毛をやっていただきます。フォアがこのままちょっとお着替えに行きたいんですけど、行ってくれるかどうかが。セイとソラとターくんは後から来ます。最初にノアとフォアの準備をした方がいいかなって思ったので、もうみんなで一緒に入っちゃうといっぺんに着付けはねできないから、順番に
入って準備をするんですけど、コアさん今日主役なので2着あるんですね。ちょっと頑張ってもらおうかなと思います。チラチラ見てる今死にたいと思います。さやさん、今日は主役なんですけど、主役なんですけど、はい、お姉さんも一緒に来ております。クリーさん頑張って運ってあげて、ポワンってしてる、運ってグイーン OK、 はい、どうぞ。なんでなんでなんで、あれ落ちた、みんないるじゃん。ねねも今やってるよ。ねねのカメラで見に行く？こうじゃ、ママ先一人で撮っちゃうね。いい？じゃあ来てよ一緒に。ママ一人寂しいな。じゃあママここ座ってっから。時間差で到着いたしました。せいやとそらを連れてきましたが、朝からドタバタでございます。なんとかいい写真が撮れればと思って、はい、ほらほら、せいや来た、あ、来たよ、こんにちは、ほらほらメイクしてます。やっぱここ長い、いや、ママの方が長い、どう見ても長いじゃん。今日のノアのリップは何で？ムッチリップ。ノアがママの口にリップ塗ったり、絶対やばいじゃん。何がおかしいの？普通よ。ねえマジやめろ、マジやめろ、ね、本当にやめて。なおちゃんは10分後に着替えです。同じ岩から涙袋作る。今日のノアの髪の毛めっちゃ可愛いよ後ろ。見返らない美人だよ。気にしてリップをちゃんと塗ります。え、まだ唇の色濃くない方がいいの？え、濃くないです。なんか濃くないとでも死んだ魚みたいな。それ目じゃん。今日は自分の顔何点？あ、よくやる、ね、私マジでない今日。リアルに何点？20。私32ぐらい。結構あるじゃん。あのね、ママは前髪の問題。前髪がもう湿気で、ちょっと20から25ぐらいの年齢？あ、違う。32ならいけると思う。でも30代。ママのここに何ですか？すごいよくね。なんかやばくない？ちょっと待って、しわって、まあさ、ここさ、ハイライト入れなくてもこんなに光っちゃうの。なんで？のあちゃん完成しました。かわいいです。ここのこれめっちゃかわいいよね。かわいい、かわいいでございます。どっちもかわいいでございます。のあがかわいい。じゃあせいに見せに行って。せいかわいい。かわいいです。あ、いいよいいよ。そっか、私は帯がシンプルなんだ、後ろの。どんまい。超嬉しそうじゃん。どんまい。それの方がかわいいさ。今日の主役は誰？私。普通に華やかになる気持ち満々だったわ。パワーない、ない、パワーない。でも多分もうこっちの方が似合うんだろうな。あ、本当だ、帯も普通のシンプルな。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、後ろ全然違うじゃん。お母さんはこうなんだって。ほら、かわいい。はい、じゃあパパどっちの方がかわいいよ。知らないし。どっち
けど。選べないって、はい、どっち。眩しくて見えない。可愛くて見えないよ。どっち。選べない。どっち。あ、そうだ。ちょっと大奥感がある。え、めっちゃ良くない。振り返やめて。はい、どっち派ですか。どっち派ですか。そうだよね。まあだよね。でしょ。今からテイとソラとタア君とコアが着付けするから、その間に私たちは TikTok。 ちょっと今ちょっと愛を一人だけチャラ。なんか言葉が似合ってきたんだよな。いや、そうなの。最初に見た見られてきたんだよね。最初に見た時より似合ってきたんだよ。イエイ。俺の女。今のはやばいよ。捕まるね。今のは捕まる。え？今のは捕まる。そうじゃないやんけ。捕まる。言い方。ね、言い方が。俺の女。じゃあ TikTok 撮るんで。はい。よくない？ちょっと下向いたりするのがいいの。大事なの。自分の顔しか見てないと。もう一枚。通り。ラストね。いいじゃん。そっちゃんめっちゃいいじゃん。ロマンも入るよ。え、かわいいね。髪の毛やってもらおう。次。それはやばい。でもかっこいい。似合う似合う。全然違う。なんかかっこいいよ。いいじゃん。かっこいい。似合うね。結婚式やばい、泣きそうなんだけど。
めっちゃいい。こう、まんまだ。そうですね、結構種類がいろいろあるので、10ページ10ページで入るので、表紙もあの中身も全てお選びいただけます。入れるお写真あ、いいじゃん。こんな感じですか。これ、こちらで大丈夫ですか。ありがとうございます。今、作らせていただいたんですけど、実はキーリングのプレゼントが、こんな感じで、結構キーリングおじいちゃんおばあちゃんにプレゼント用とかも結構喜ばれるので、うちも何かこう種類があったり、うちのオリジナルの USB、 オリジナルなんですけど、 USB こんな感じで今日お渡しになります。データ入るんですか。データ入ってます。はい、なのでまたお家であの USB つないでいただければ、お写真全部入ってるので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回は、はい、コアの七五三の撮影を家族で行ってきました。可愛かった。可愛かった。もうね、本当あの今このエンディング撮ってるのは帰ってきてすぐ、そうですね、うん、はい、なんですけど、今コアちゃん、ね、多分頑張って頑張って今お昼寝に入りました。珍しいね。珍しい初めての環境だったから、ちょっとまあ頑張って疲れたのかなっていう感じで、コア頑張ったって言ってた。でもすごい楽しそうにやってくれてたから、何よりね、思春期の子たちもちゃんと気合いでやってくれたんで、うん、だからなかなか今この瞬間の子供たちの写真を撮るってすっごい簡単なようで難しいじゃん。難しかった。だからもう本当にいい時間だったなと思って、もう早速私は待ち受けにしました。今日私たちがお世話になったベビースタジオっていうスタジオなんですけど、はい、ちょっとそこが本当に私も良かった。ぜひ皆さんにも今後ね、七五三だったりとか、あとまあマタニティフォトだったりとか、うんうん、まあ、いろんなジャンルの撮影ができるので、ちょっとここで紹介させてもらおうかなと思います、はい、ベビースタジオさんは、うん、こう今までのこう伝統的な七五三撮影をカチッと残すこともできるし、はい、アレンジを加えて可愛く、そしてかっこよく残すことができるスタジオっていうのを聞いて今回お願いしてみました。実際ね、撮影してみたら、うん、本当にこう撮影しながらいろいろね提案をねしてくれるから、スタジオさんの方でアレンジをね加えた撮影をしてくれたので、2度3度楽しめる撮影になったかなと思います。子供たちの洋装や着物以外にも、今回私たちが着た大人のね、うん、着物の用意があったりとか、はい、さらにですね、着付けとかヘアセットっていうのもやってもらえるので、家族揃っての着物撮影も手ぶらで来店 OK っていうところがやっぱりありがたいよね。子供がいてさ、うん、荷物いっぱいになっちゃうからさ、まあ、ちなみに今日はね、僕たちはあの南青山で七五三の撮影をしたんですけども、本店は名古屋にあるんです、うん、愛知とあと岐阜とあと東京に支店がありまして、はい、店舗展開されてるんですね、うん、ちなみにですね、今回ノアとセイとソラの着せてもらった衣装、特別になんと名古屋から取り寄せてもらったんですけど、はい、他のね店舗さんの衣装もとっても可愛いので、本当にね、今回のこの七五三の撮影が大満足でした。もうなんかいろんな衣装があったから正直迷ったんだけど、色がねちゃんと統一できてて、そうだね、統一感あったね、すごい良かったなと思って、うん、でそれぞれみんななんかちゃんと個性があって、コアなんかはさ、あの和装からのハットとかさ、そう今まで見たことなかった、見たことない、あのなんかあのベリー帽がめっちゃ可愛すぎてはーってなったよね。全部欲しかった、可愛い
ピーってなったね。全部使える。ベビースタジオさんは着物とか小物とかはですね、あの京都とか海外だとあのフランスとかから仕入れもされてるみたいで、うん、着物も小物もどれもマジで可愛くて全部私好みだった。でね、ここもおすすめポイントなんですけども、あそこをこう貸し切りにできるということで、うん、同じ時間帯に他のお客さんと被らないようにできるんですよね。一、うん、枠一軒の完全予約制プライベートスタジオになるんですよね。これが本当に良かったです。良かったね。やっぱ子供たちもさ自由にちょっと気使わんでもいいしね。そうそうそう、うん、すごい伸び伸びに撮影ができた感じが良かったね。そうそうそう。空に関しては家みたいになってて。ここもすごいなって思ったんだけど、例えばさコアがカメラマンさんに撮影してもらってる時に、うん、その横で私も自分のスマホで写真をさ撮影させてもらったりとか動画撮ったりとか。普通撮らないでくださいとかある。そう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 、結構そういうところが多いと思うんだけど、このベビースタジオさんはカメラマンさんの横で普通に自由に撮影していいっていうところもやっぱ嬉しいね。それが待ち受けにしてるでしょ。いやそう、そう私が撮った写真を待ち受けにしてる。ただすごいのがちゃんとあのカメラマンさんが撮ったやつはクオリティがすごい。やっぱ違うよね。違った角度から撮影もできたし、親としてもすごく楽しめたね。楽しかった、うん、ちなみに撮影してもらったデータは当日データとして USB 可愛くなかった。めっちゃ可愛かった。クリスタルなんて、そう透明のね、そうそうそう、やつをいただけるので、それを、うん、あのパソコンに読み込めばデータも全部その日に自分たちでね、はい、見たりとか現像したりとかすることもできます。本当に何から何まで大満足だった。時間的にも良かったよね。ダラダラするわけでもないけど、うん、ちゃんと子どものペースに合わせてくれて、かつ時間は短時間でパパパパパって撮ってくれってね。そうそうそう。でその中にすごい写真あるのね。これからね、まあ、七五三だったりとか、そうベビーフォトだったりとか、結婚記念にもいいと思うし、うん、あとお誕生日とか家族のこう記念日の予定とか、もう何でもほら本当に大丈夫だと思うので、そういうなんか撮ってもらいたいなとかなんか予定がある方はぜひベビースタジオさんに撮って見てもらいたい。本当におすすめ。今までいろんな方に撮影してもらったけど、うん、なんか今回のは今までにない感じ、ね、今までにない感じでアットホームに撮影することができてよかったなと思います、はい、なのでぜひ気になった方はこちらの概要欄の方からチェックして見てほしいなと思います。もう一個いいですか。はい、ベビースタジオさんのインスタグラムなんですけども、はい、各店舗ごとに撮影のこう背景とか小物 もうまた違うんですよ、うんうんうん、で各店舗個性も違うみたいなんで、その様子をぜひインスタグラムでチェックしてみてください。店舗さんのインスタグラムも概要欄の方に貼らせていただきますので、チェックしてからねこう足を運んでみるのもいいのかなと思います、はい、思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい、ママから返事が来ました。すごい綺麗に撮れてるよ、写真にしてほしいのことです。写真にしましょう。嬉しいね。